はい、皆さんこんにちは、タツです。今日はですね、ボルシチをね、ちょっと作ってみようと思います。でね、ちょっとボルシチってね、作ったことはないんですよ、実は。いつもね、まあ、ビタに任せててね、実際その本物のね、ロシア人に作ってますので、作ったことはないんですよね。ただね、何度かちょっと見てるうちにですね、ボルシチの作り方を実際覚えてきたので、実際ね、ちょっと自分で試してみようと思います。でね、一番その、ね、ボルシチでね、重要なもの、これ何かっていうとですね、これですね。これね、ビーツって言いますね。株の中身にね、どうも属するみたいなんですけども、まあ、特別なね、野菜になります。でこれね、日本でもね、実はあるんですけども、結構ね、値段は高いですね。でただね、ここはね、まあ、ジョージアなので、値段はすごく安いです。ビーツ自体がですね、ここのジョージア人にとってですね、もう本当に一般的なね、食材なのですごく安いですね。わずかね、これだけでも、まあ、100円、200円ぐらいで手に入ります。非常に安いですね。はい、ということでね、これからですね、実際にボルシチをですね、作ってみたいと思います。はい、ではね、今回使うね、肉はね、鶏肉ですね。これ生のチキンです。こういうのがね、売ってますね。でこれね、すごく安いですね。まあ、日本で買うとね、結構高いんですけども、ジョージアの場合はですね、これが安かね、300円ぐらいですね。非常に安いですね。ということで、このね、生の肉を使いますね。でいつも冷凍肉使ってるんですけども、まあちょっとね、今回は生のを使ってね、もっと美味しいのをね、作りたいなと思ったので、これを使います。でこいつを早速ね、開いていきますね。はい、こんな感じかな。ちょっとまだ毛がついたりしますね。すごいですよね。ここにね、鶏の毛なんかついたりするんで、新鮮なんだなって。ちょっとこれをね、肉を添えていきますね。魚さばくのとはちょっと違いますね、やっぱり。半分に切っちゃいましょう。まあ、ちょっと足をね、取っちゃいましょうか、先にね。どこで繋がってるのかちょっと分かんないんですけど、これ取りましたね。こんな感じですね。一応部位を取りました。どんどんちょっとね、入れていきますね。この足にちょっとね、切って切り落としていきましょう。ということでね、これをね、入れていきますね。できればちょっと骨もね、一緒に煮込んじゃいたいですね。魚と変わんないですね、やり方は。こんな感じですかね、こういう感じです。ということで、こんな感じでね、ちょっと先にね、煮込んじゃいますね。はい、はい、ということでね、このままちょっとね、煮ますね。多分1時間ぐらいね、煮た方が柔らかくなると思うので、はい、これで煮ます。人参とかね、ビーツとかね、玉ねぎとかね、キャベツとか、まあこういったものをちょっと刻んでいきます。はい、人参ですね、先にね。ピーラーでちょっとね、皮取っちゃいます。一番簡単なのはね、やっぱりリーダーも使ってるんですけど、まあグレーターですね。こういうものちょっと使ってみたいと思います。あ、早いな。これすごい便利ですね。やっぱ海外の人はね、結構使うみたいですね、このグレーターっていうやつは。まあ日本でもありますけど、こういうなんか形のものをね、ほら好むんですね。こんな感じでね、細くなるわけですよね。これはなんかね、結構外国人の人が好むみたいですね。こんな感じですね。ちょっとこれをね、ボウルに入れますね。ちょっとアクがね、出てるんで、少しね、取りますね。そんなでもいいか。さらにね、ちょっと煮込んでいきますね。はい、はい、次ですね、ビーツですね。ビーツ半分にね、ちょっとカットします。よし、ほらね、こんなに赤いでしょ。こんな色してるんですよ。これね、このね、特別な色からね、ボルシのね、綺麗なワインカラーができる感じなんですよね。よいしょ。剥いていきます、皮を。よいしょ。はい、じゃあ次ね、ビーツをね、OK、
細かくしてます。まあ、これですね。こんなもんでね、いいと思います。はい、次にですね、キャベツですね。こいつをね、刻みます。どうやらこのぐらいでいいかな。こんな感じで、多分いいんじゃないかと思うんですけど。はい、ではね、今からね、野菜をね、焼きますね。炒めます。バターね、ちょっと入れますね。ここにニンニクをね、投入します。ちょっと野菜をね、ちょっと投入していきたいと思います。こんな感じですね。しばらくね、これで焼いていきます。まあ多分ね、こんなもんでいいと思いますね。あんまりやっちゃうとね、しなしなになりすぎちゃうんで、以上でこんなもんにしてますね。はい、はい、ではね、ちょっとね、チキンをね、今揚げてみたいと思います。チキンをね、骨からね、身をちょっと削いであげないといけないので、はい、ちょっと揚げます。一回骨がね、そう、骨付きチキンだから、これじゃん、これだから、これもう1時間ぐらいね、煮ましたね。焼いたものですね、入れますね。初めてですね、ボルシチ作るのね。味がね、ちょっとどんな感じか分かんないんですけど、さっきちょっとね、リタに聞いてきました。ということでね、ボルシチっていうのはね、科学的な調味料って一切入れないみたいですね。はい、ではね、ちょっとね、この肉の方ね、ちょっとバラします。結構まだ熱いね。これ、いい肉ですね。やっぱりね、冷凍してないからね、肉がすごくいいですよ。柔らかいしね、すごいいい肉ですね、これは。これは胸の部分かな。煮込んだんでね、スープがすごいチキンの味がね、強く出てると思うんですよね。はい、ということでね、だいぶね、できてきましたね。ちょっとここにね、肉をね、投入します。先ほどの肉をね、また戻しますね。はい、ここにね、さらに赤ワイン入れます。これ10分ですね。はい、これレモン入れますね。レモンはなんかね、色をね、変わらなくさせるためらしいんですよね、この赤い綺麗な色を。ちょっと入れますね、ちょっと、ね、もういい感じの色になりましたね。ボルシのね、色になってきました。はい、ここに塩ね、入れますね。さらにね、このトマトを加えます。カットトマトですね。まあ、これを若干ですね、ちょっと加えますね。味が多分もっと美味しくなります。はい、ではね、できました。こんな感じですね。真っ赤なね、ボルシが出来上がりました。はい、ではね、これからね、ちょっとね、食べてみたいと思います。はい、ではね、今からね、ボルシチをね、食べてみたいと思います。まあ、こんな感じですね、今作ったね、ボルシチね。はい、これですね。
なんかボルシチはね、このサワークリームをね、かき混ぜて食べるらしいですね。こうやってね、犬はね、こう変わるんですけど、これがね、美味しいらしいですね。はい、ちょっと食べてみますね。うん、うまい、大丈夫だ。うん、美味しい、美味しい。これは大丈夫ですね、うまいですね。これは美味しい。やっぱね、リタのね、作ってるの何回か見せたんでね、覚えてました。うまいです。ビーズの入ったボルシチっていうのは最高ですね。日本でなかなかのビーズが手に入らないんでね、ボルシチってね、結構作るときに難しいと思うんですけど、まあ、ここではね、いくらでもあります。でこのパンもね、こんなに大きなね、サイズのやつがね、一つね、40円ですね。約、すごく安いです。焼きたてですね。うん、最高ですね、最高のマイル。美味しいね、リーダー。美味しい。美味しい。今回ね、ボルシチをですね、初めて作ってみたんですけども、結構ね、美味しくできましたね。これからね、どんどんね、ボルシチをね、作っていきたいと思います。ボルシチってね、たくさんね、こうレシピがあるんですよね。その地域とかね、そういう場所によってもね、随分違ってくるようですね。はい、ということでね、今日の動画はですね、以上にしたいと思います。この動画がですね、いいと思いましたら、高評価とあとチャンネル登録よろしくお願いします。ではね、またね、バイバーイ。はーい。